清井明雄は、日本の弁護士。元日本弁護士連合会会長。弁護士法人なには共同法律事務所代表社員、弁護士。財団法人日本漢字能力検定協会の理事長を務めた。趣味は、読書、囲碁、ゴルフ。奈良県立五条高等学校を経て、大阪市立大学法学部を卒業。1996年6月20日に、 日弁連会長名義で従軍慰安婦問題は軍事的性的奴隷としての被害の典型であり軍の関与と強制の事実は今日明白な歴史的事実となっているなどとする声明を出した2008年1月大阪弁護士会の後期委員会で品位を害する非行に当たるとされて懲戒委員会にかけられた整理改修機構の社長時代に債務者である 不動産会社の顧問をしており、その後も2007年まで顧問を続けて突き当たり、約10万円の顧問料を徴収していた。債権者の社長が債務者の顧問をやり、しかも個別の案件で相談を受けるということは、利益相反行為であり、弁護士として非行に当たるとされた。2008年9月16日、整理回収機構の職務執行に対し疑念を抱かせ、弁護士の品位を損なうなどとして、 清井を開国の懲戒処分とした。読売年間2016年版、P190、清井明義が死去元整理回収機構社長。日本経済新聞。2020年6月5日閲覧。元日弁連会長の清井明義死去。時事通信社、https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル イコール2兆200億6050万1051 2021年1月29日閲覧従軍医安婦問題に関する会長声明 www.nichibenren.or.jp 日本弁護士連合会2021年3月29日閲覧ありがとうございます